カムニと色鮮やかなゴカムニとゴを着用したブータン国王、ジグミケサルナムゲル、ワンチュク号は、ブータンの男性の民族衣装だ。隣国チベットの影響を受けた、前に打ち合わせる、筒袖の服でその形状は和服に似ている。ブータン女性の民族衣装であるキラは同じく隣国、インドのサリーと同様の、一枚布とぴったりしたシャツの組み合わせである。ブータン王国では、 民族衣装の着用が法律で義務付けられている。合わせし立て、ついたけ、つつの和服に似た襟付きの衣装だが、和服の1.5倍近い奥身の広さが特徴だ。着用の際はおはしょりの要領で懐を大きく、作って託し上げ、5センチ幅程度の帯を締める。膝上丈まで託し上げるのが普通だが、国王のみは、し化丈である。生地は、つむぎやも模様は、 格子模様や縞模様で色はくすんだ赤や緑、茶色など日本の丹前を彷彿とさせる外見をしている。下着として白い綿の長袖シャツ、中五、冷蔵用の肩掛け、カムニなどを用いる。幅90センチ、長さ4.5メートルほどの布を左肩から右脇に斜めに掛ける冷蔵用の肩掛けというよ。身分によって色が分けられており、国王は 投稿職、大臣は、ヒーロ局長及び県庁は、園児色、副知事や次長は赤字で端に白いラインがあるもの、村長は逆に白字で端に赤いラインがあるもの、一般庶民は、無字の白である。ありがとうございます。